町で若者たちに聞いてみた。子供を持つことについてどう考えている？渋谷でショッピングをしていた独身女性は、子供とかも別にいらないなって。そうですね、あんまりいらないかなって。結構今の世の中で子供を産みたい、産みたくないとかそういうことではない？あ、そういう意味も含めて、お金が結構税金とかも高くなってきてて、っていう中で育てるのはちょっと難しいかな。こちらは付き合って2年目だという2人。今のところはちょっとまだ考えてないです。転職とかもするかもしれないし、結婚した時に私たちがどうなってるかわからないので、その時また考えようかっていう感じ。2人とも実家が地方なので、共働きでってなると結構負担が大きいんじゃないかなと思います。親を頼ることがなかなかできないので、心は高いよ、かなり。では結婚している人はどうなのか。30代の共働き夫婦、子供を持ちたいと考えているが、一人キャパシティ的に育てられないんじゃないか。一人ぐらいしか難しいんじゃないか、ね、子育てにその労力が割けない。職場に育休制度はあるが、二人目を産むことは躊躇してしまうという。職場でもその子育てしながら働いてる方はいるんですけど、急にお休みとかもやっぱありますし、それが続いてしまうって本人はすごく申し訳なさそうな感じで対応されてるので。会社的には結構制度は整ってて、育休取ってる人もいるんですけど、まあでもあんまりなんか複数立ててる話は一回も聞いたことないから、取る発想があんまり浮かばりづらい感じはあります。しかし実は結婚している夫婦の出生率は50年前と比べてもあまり下がっていない。その一方で未婚女性の割合は増加、つまり結婚が少子化の壁となっているのだ。そこでこんな場所も訪ねてみた。出会いを求め男女が集まるバー。20分ごとに相手が入れ替わり、交流を深められる仕組みだ。この店で子を持つことに憧れる30代の女性を見つけた。欲しいです。授かり物なので何とも言えないんですけど、できれば2人とかいたらいいなと思います。すると彼女からこんな提案が。独身でも私みたいにもうはっきり婚活してますっていう人に対して、まあ、その相談所のその会費を一部サポートしてもらうとか、まあ、もっとなんか積極的に国としてもなんかそういうイベントがあったら面白いんじゃないかなと思います。婚活パーティーから結婚相談所まで、熱心に相手を探すほど出費がかさんでしまうという。子供を持つことに冷静な若者、子供を持ちたくても様々な壁に阻まれる若者、そうして年々深刻さを増す日本の少子化。その問題を解決すべく4月に創設されたのが子ども家庭庁だ。中はまるで保育園のような作り。ここが少子化対策など子ども関連政策の司令塔になるという。あとあの看板も手書きなんですよね、皆さんの。そうなんです、あの子ども一人一人に1文字ずつ書いてもらいました。まだ子どもを持った経験はないという大臣に悩める若者たちの思いをぶつけてみた。やはり若い人たちから見ても子育てするの大変そうだな、社会の雰囲気でちょっと子育てのする中で大変な思いをたくさんしそうだなっていう印象がやっぱりあるみたいで、それに関しては私いかがでしょうか。子供を持つことの楽しさ喜び、これをじゃあ十分にみんな知った上で判断しているのかというと、なかなかやっぱりそういう機会ってなくなってると思うんですね。核家族化も進んでいて、
例えば家族や親戚に自分が ある程度、年を重ねた時にちっちゃい子供がいなくて、ちっちゃい子供と触れ合う経験がないという若い人増えてます。やっぱり政府として子供を持つ持たないは個人の自由だけれども、子供を持つ楽しさをそれも個々人の感覚ですけれども、楽しいかどうかを知ってもらうための、機会っていうのはやっぱりきちんと提供していかなければいけないと思っていて、今の若者は子育ての楽しさを知らないと語る大臣。そこで大前提となる問題に切り込んだ。結婚してからの出生率っていうのは割合としてそんなに大きく変わってはないみたいですけれども、やっぱり結婚する人数が減っているっていう部分が一番大きいのではないかって今言われていますけれども、ここに対するアプローチっていうのはどういうふうにされて、未婚化が進んでいる、やっぱり最大の要因はですね、経済的に、なかなか若い世代がゆとりがなくなってしまっているというのはあるんだろうと思います。やっぱり当事者に立ってみれば、自分一人の生活ですら楽にならないのに、やっぱり子供を持って新たな、責任を持つにはやっぱり考えが至らないというのは当然だと思います。やっぱり若い世代の所得を上げるのが一番でありますので、構造的な賃上げ、さらには労働市場を改革をしていく取り組み、こういったことを通じて若い世代の所得を上げていくことが少子化対策の一つの重要な政策だということを我々強く意識して、これについてもしっかりと前に進めたいというふうに考えています。高くそびえる結婚の壁、そんな中次々と夫婦が誕生している現場がある。こんにちは。入居者たちが一つ屋根の下で生活し交流を深めるソーシャルアパートメント。2割近くが相手を見つけ、100組以上が結婚しているという。このアパートメントに5ヶ月前入居してきた37歳の男性。2年前に彼女がいたんで、その方とは結婚しようかなとは考えてたんですけど、でちょっと時間の調整が効かなくて振られてしまったっていうのがあるんですけど、傷ついた心を抱えながらもぜひ結婚して子供を持ちたいという。お子さんが欲しいなとか結婚したいなっていうのは何でなんですか？自分の兄がいて、兄に2人子供がいるんですけど、やっぱりその生活見てて楽しそうだなって思って、自分の家族作りたいと思います、入居して4ヶ月、 SNS マーケティングの会社で働く20代の女性に話を聞くと、めちゃくちゃ欲しいです、私子供大好きで。そんな情熱の一方で、私はキャリア止めたくないです。子供にも時間使いたいし、いろんなとこには連れてきたいけど、キャリアは止めたくないです。仕事と子育てを両立させるため、すでに準備していることが。家族で計画はしてるんですけど、子供を作るってなったら実家から徒歩5分ぐらいのところに住もうと思ってて、そのために母親が保育士資格を取ったぐらい、本当に子供はずっと欲しいって思っています。厳しい時代を生きる女性たち。こちらの女性はリアルな胸の内を教えてくれた。やっぱ自分がこう大学まで行かせてもらったりとかっていうのもあるんで、そういうのを考えるとあんまりまだイメージが湧かないって思いつつ、いつかは欲しいっていうことを考えると、そのじゃあ5年ぐらい先ってなった時に、その中で自分がよし作ろうっていう準備が整ったって思える時は来ないんだろうなとは思ってます。結構やっぱりその収入によって、結婚するかどうかっていうのも、そこも結構決め手になってくるかなと思うんですけれども、実際はいかがなんですか？はい、そうですね、調査でも所得と結婚の関係性があるっていうのは出てきていまして、実際にこちらが男女別の既婚者の割合なんですけど、もう男性本当に顕著に収入が上がれば上がるほど既婚者の割合が増えてくるというのは出ています。で、女性の方はですね、こちらの99万円以下というのが、例えば出産して育休産休に入られている方とか、出産後にパートになっている方とかが、そこやその隣の100から199の間に入ってくるので、少し U字のような形になってはいるんですが、女性でもですね、やはり緩やかに所得が上がるほど結婚するという傾向は見て取れるかなと思います。よく一般的に言われるのは、学歴とかキャリアを積んでバリバリ働いている人の方が結婚
そんなにしないんじゃないかって言われてますけど、これ見るとそういうことでもなさそうですよね。うん、そうですね。やっぱりあの時代で少しずつ変わってきてはいまして、あの今お話の通り女性も収入が高いほど結婚するようになってきているのと、うん、あとあの子供に関しても少し前、1970年より前に生まれている場合にはやはりあの高学歴の女性の方が子供を持たないという傾向はあったんですが、1970年以降に生まれている女性で見ると学歴との関係はもうなくなってきていますね。うん、